降水なうキャストと、高解像度降水なうキャストなうキャストとは、英語の、現在と、予報を組み合わせた造語であり、数時間先までの予報を意味する。短時間予報。日本では、気象庁が降水、竜巻発生角度、雷活動度の分布について、1時間先までの予測を発表する、気象予報システムのことを指す。気象レーダーやアメダスなど、 現在の気象資料などをもとに予報を行う2004年に運用開始5分ごとに3時間前から1時間後までの5分ごとの降水分布の解析予測を示した1辺 1km のメッシュ予報を発表降水短時間予報よりも精度は高い国土交通省水管理国土保全局道路局及び気象庁が保有する気象レーダーや 雨量計のデータに風速データを加えて統合解析したもの。2014年に運用開始。アメダスや X バンドレーダーのデータをもとに5分刻みの雨量予報を30分先まで250メートル四方のグリッドごとに提供する。雷ナウキャスト2010年に運用開始。10分ごとに3時間前から1時間後までの10分ごとの雷活動度分布の解析。 予測を示した一辺 1km のメッシュ予報を発表。活動度1から4までとなしの5段階で、活動度1は空の状況や続報に注意する段階、活動度2以上は安全確保する段階、活動度3以上は実際に落雷が観測されている段階、雷監視システムと気象レーダーのデータなどを統合解析したもの、2010年に運用開始、 10分ごとに3時間前から1時間後までの10分ごとの竜巻発生角度分布の解析、予測を示した 1.1km のメッシュ予報を発表。活動度1から2までとなしの3段階で、活動度1は的中率1から5%、補足率60から70%と空振りが多い、ものの見逃しは少なく、突風の影響を受ける活動を行う際は十分。 留意すべきとされる段階、活動度には、的中率5から10%、補足率20から30%と空振りは少ないものの見逃しが多く、すべての人が急な突風の発生に注意しつつ、発達した赤乱雲接近の兆候があれば安全確保をする段階である。なお、活動度2が竜巻注意情報の発表基準、数値予報の突風関連指数のデータと、 気象レーダーのデータから算出される突風機検出にさらに気象ドップラーレーダーのメソサイクロン検出データを加えて解析したものありがとうございます。